ミュンヘンに着きました。ミュンヘンのホテルに着きました。ホテルオリンピックです。さあ入りましょう。ここに2日間滞在します。ミュンヘンの朝です。こんな感じですね。ゴミ箱大きい。ただいまハーモニウムを見たいと思って、昨日通ったが見たい。楽器屋です。楽器屋さんなのかな、これわからない。これどう見てもこれ楽器屋？楽器屋じゃない。いや、でも、ああ、ハーモニウムが。すごい面中からすごい動物が出てきた。これは、君、楽器屋にいたのかね？君は楽器屋にいたのかね？猫だよね、これ。犬じゃない。どのぐらい？430ユーロぐらいとか600ユーロぐらい。今の日本円に換算すると？換算しないでしょ。あ、そう。あ、なんかちっちゃい、弾きやすそうなのがあって、すごい。これは？これもハーモニウム。これも弾けるの？これすごいいいね。それだと安いの？響くようになってるやつもある。一個一曲って感じだね。オープンチューニングのギターみたいな。あ、なんかちょっと響く感じね。あ、全然違う。11、12。
ンとギターバーンスタールみたいな共鳴源がないですが、どういうことでしょうか。Yeah, but the bin, not bin, is only for I. To du bist da. Yeah. Der. Du bist der Himmel. Ah, das ist like, wenn ich ein Himmel, ich ein Himmel bin, ein Meer. You say Meer. ここが今日ミュンヘンミュージアム演奏する場所です。あ、知ってる人がいました。あ、なんかすごい絵描いてるマシンが。カタツムリみたいな。絵描くのこんな大きい機械がいるんだね。細かっ。すごい。すごい細かい。わお。今演奏場所を選んでて、外か中で、さっきのが外、中だとここです。ああ。ミシャがレコード作った。アーティストさん？アーティストさんずっと飛行機を作ってた人。へえ。なんかこうやってなんか跳ねつけてる。あ、そう。これすごいね、階段。
ちょっと上に何があるか見てみましょう。ああ。地上に戻りました。な、着陸。着陸。ん ？This is エキシビジョン。なんか見たことあるなと思ったら俺じゃん。さやじゃん。ローレンス映像も撮ってたんだ。テニスコートが展示されてます。これはどういうこと？どういうことじゃ。景色はあまり変わりませんが、